おはようございます。今日は久しぶりに旅行に行きます。で、好きなものを食べるんで、まあ、あんまり体重の増減は気にしないで行こうかなと思ってますが、一応体重を測ります。家を出て旅行に行ったら好きなものを食べるチートデイにしようと思うんですけど、家にいる間はいつも通りしっかりと米を測って筋肉の成長を意識した食事をしようと思います。マジで朝ごはんをご飯、卵、味噌汁、納豆にしてから体重が簡単に落ちていくんで、やっぱ和食ってすごいなって思います。旅行は忘れ物だけがいつも心配なんですけど、これにね、歯ブラシとかパンツとか靴下とかコンタクトを旅行から帰ったらその日に詰めるんで、これ入れれば忘れ物はなくならず、あとは財布があったらなんとかなると思ってます。では行ってきます。パン力が強すぎてやばいですね。おはようございます。寝る前に緑茶めっちゃ飲んだからか知らんけど全然寝れんかった。あとビールも2本飲んで、ポテチも2袋食って、多分1年ぶりぐらいにポテチ食ったけど、まあ、うまかったですね。暴飲暴食は今日までにして、また今日帰ってから筋トレ頑張って、今日の昼夜から味噌汁とご飯生活を頑張っていこうと思います。体重戻るかな。帰ってきました。疲れましたね。運転 4,5 時間しました。ちょっと疲れたんで休んでからトレーニングに今日もね行こうと思います。まあ、昨日休んでるんで、まだ今日から3日間しっかりと全身トレしていこうと思います。お疲れ様です。普通にこの旅行で体重増えてるからやと思うけど、懸垂が全く上がらなくてビビったわ。絶対体重増えてるわ。怖くて今測りませんけど、明日の朝の体重が怖いですね。ただまあまた明日から味噌汁ご飯のいつもの生活で戻すんで、体重はしっかり落ちると思うんで、また設定してねやっていこうと思います。
はようございます。今6時で久しぶりにちょっと早起きしたんですけど、寒すぎて全然行動開始できない。それではトレーニングに行きます。今日は用事があって、ちょっと10時とか11時いつもジムに行ってる時間にジムに行けないので、早めに起きて朝一行くことにしました。これは僕的になんですが、昼からやらなあかんことを残してるのが嫌なんで午前中にジムに行けない可能性がある時は早起きしてね、朝一行っちゃうっていう作戦を僕は取ってます。そして昼からゆっくり休むっていうのが、これが僕の祝日の過ごし方になりました。早めに筋トレ終わらすっていうね、早起きしてでも筋トレ終わらす。お疲れ様です。久しぶりに朝一にトレーニングしましたけど、やっぱり朝一もすごいやりやすいですね。なんとなく体もフレッシュやし、空気もフレッシュやし、新鮮な感じでトレーニングができるんで、まあ、冬が終わったら冬寒いんで起きれないんで、冬が終わったらまたたまには朝トレーニングしてもいいのかなと思いました。昨日買ったポイントを読もうと思う。久しぶりに小説読むんで楽しみですね。おはようございます。これね、300ページ漫画に面白くて一晩で読み切ってしまった。びっくりした今日も仕事と精神的に頑張っていきます。それではトレーニングに行ってきます。ドリンクは水です。もう朝昼晩しっかり米食ってるんで、ちゃんとエネルギーは入ってるはずなんで、わざわざサイドンとして飲まんでいいと思うから、これでいくっていうか、僕月曜唯一の楽しみが僕ジャンプなんですけど、ワンピースが面白すぎてやばいですねもう最終章になって20年前とかに出てきてるキャラが再登場するのはマジで熱い。来週は救済なんがきついですね。お疲れ様です。やっぱり3日目はね、初日ほどパワーは出ないんですけど、まあ、またね、明日1日休んで、明後日はまた工事量を上げてパワーバンバン出していこうと思います。ほんまにね、この3日で思ったことは、朝昼晩のご飯を測って毎回味噌汁を食べる、これがね、ほんまにすごい大事というか、体重がめっちゃ落ちるなと思いましたね。土曜日の夜あんなに暴飲暴食したのに、カメラに映ってない部分でも僕めっちゃ食ってるんですよ。あんなに暴飲暴食したのに、3日だったらすぐ体重も戻るし、むしろ落ちていくし、で、扱える重量は落ちひんし、味噌汁ね、やっぱ胃が結構調子いいんかなっていう感じがして、消化がバンバンされて代謝が上がってるって聞いたんですけど、今の減量方法はすごい、今のところめちゃめちゃ調子いいんで、ぜひダイエットね、低体重が困っている方は、しっかりご飯を食べて、
朝昼晩と汁を飲む参考にしていただければいいんじゃないかなと思います。明日はオフなんで今回の動画はこれで終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。